バカ。どうも、あえちゃんです。今回なんですけれども、まあネタの動画になってしまうんですけれども、まあ最後までね、見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、まずですね、12月の19日なんですけれども、皆さん、楽しみに待っていた超フェスっていうのがもしかしたらなくなってしまう可能性がかなり高いと言われているかと思うんですが、まあ、ちょうどオデッセイとコラボをしますっていうことで、まあ、新キャラこの二人が濃厚なのではないのかなと思われるんですけれども、エンマゾノムですね、まあ、もし実装するのであれば皆さん特性とかってスキルとかって気になりませんか？まあ、今回なんですが、視聴者さんがめちゃめちゃクオリティの高いエンマゾロの特性とかも含めて画像を提供してくれたんで、まあ、今回それをね、皆さんにね、お披露していこうかなと思います。提供してくれた画像が今出てるかと思うんですが、スキル1、炎王三刀流、一百三条、飛竜地獄っていうことで、もう言うだけでめちゃめちゃ難しいんですけども、うわ、もうめちゃめちゃかっこいいですよね。では、特性を読んでいきたいと思うんですが、スキル1がですが、遠距離にいる一定の範囲の敵にダメージを与える。で、ダメージは防御力無視して与えられるとなっていますので、まあ、ゼファーとしても対策となっていますよね。で、一応スキル発動から一定時間よろけ無効化を得るとなっておりますと、遠距離っていうところがめちゃめちゃ素晴らしいですよね。では、スキル2を見ていきましょう。危機急騰流、アシュラ、バッケイ。亡者の戯れっていうことでめちゃめちゃ長いですよね。で、一応スキル2の特性見ていきましょう。まず自分に、アシュラ状態ですね、付与をしますっていうことで、強化状態のことを示しているかなと思います。で、さらにですね、中距離的に向かって移動し、ダメージを与えて吹っ飛ばすとなっています。で、一応スキルを発動から一定時間無敵の状態を得るっていうことで、まあ、スキル2がメインで使われるのではないのかなと思われます。めちゃめちゃ強いスキルとなっていますね。続いて、キャラの特性見ていきましょう。3つございますね。まあ、通常攻撃の3打目にダメージ与えたとき、敵に付与されている一定時間対象を強化する状態異常を解除するということで、無敵状態を除くとなっていますね。かつ、敵の攻撃の増加も解除すると、めちゃめちゃやばいですよね、これ。強化状態解除されてしまったら、ほんとシャンクスとかってめちゃめちゃきついと思いますよね。続いてですが、アシュラ状態の時、受けるダメージが 30% 減少する。で、かつ付与されて状態異常も解除し、敵から付与される状態異常も無効化すると。これもめちゃめちゃいいですよね。アシュラ状態になっていれば、ダメージも軽減ができるっていうことで、まあ今、シャンクスの環境ですと、ワンパンでされてしまう可能性があると思うんですが、このアシュラ状態に、まあ、キープできれば、ワンパンで倒されない可能性があるよっていうところで、めちゃめちゃいいと思いますね。で、三つ目ですね。自分チームのお宝確保数が敵チームより少ない時、スキル2のクールタイムが短縮速度が 50% 増加するとなっていますので、まあ、アシュラ状態をいかにキープができるか、もしくは早く打てるかっていうのが重要となりますので、めちゃめちゃいいと思いますね。続いて、特性見ていきましょう。スキル1発動から一定時間ダウンせずよろけになるっていうのと、敵から最大体力の 50% 以上のダメージを受けた時、受けるダメージを 30% 減少するっていうことで、まあこれめちゃめちゃありがたいですよね。で、アシュラ状態中に敵に攻撃した時、敵の回復タイム 50% を追加すると。これめちゃめちゃいいですよね。もうほぼ確実にスキルを当てられるようになるっていうところがめちゃめちゃ強いので、これはありがたい特性となっていますね。続いて、特性2を見ていきましょう。アシュラ状態中に敵に攻撃したとき、100% の確率で攻撃力が 5% 増加すると、最大 100% まで増加して、ケオされるとリセットするということで、かつ与えたダメージを 50% 回復すると、めちゃめちゃいいですね。まあ、最大2000までと。あと、敵を KO したとき、スキル1のクールタイムも 30% 短縮するとなっていますね。あと、10秒間の間ですね、敵に6回ダメージを与えたとき、防御力が10秒間 30% 増加すると、めちゃめちゃ素晴らしいですね。
一応すべてね、特性読んできたと思うんですけども、まあ、強化状態ってどんな風になるのかって、まあ、聞いてみたんですけども、まあ、アシュラってどんな状態かと言いますと、まあ、急騰流になると思うんですけれども、急騰流っていうのはですが、まあ、一発攻撃すると、まあ、3発分ダメージを与える。まあ、それが強化状態って言ってたんですけども、まあ、これ簡単に、3発当たるだけで相手に9回分のダメージを与えるってことになりますと、まあ、火力も簡単に上がりますし、で、防御力も簡単に上がると。めちゃめちゃぶっ壊れだと思うんですよね。まあ、シャンクスの場合だと、吹っ飛ばさないと、火力が上がらないので、まあ、エンマゾロの場合ですと、あっという間に火力が上がるので、めちゃめちゃ強いと思うんですよね。まだですね、12月19日にはなっていないので、まあコラボの超フェス、もしくはフェス限なのかまだわからないところではありますが、皆さん、まだほんのちょっとの気持ちですね。まあエンマゾロがですね、実装することを願って待ちましょう。このチャンネルがいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。またな。